私たちになってからなんかウサギがいっぱい舞い込むようになったんでしょ。なんかの大きい石像もらってから。あ、なんかあの石のお店石材。大きそう石材店から、うん。なんてことない。奥さんウサギの石像いらないかって言うから、いるいるって簡単になんか玄関とかに置こうと思って。はい、本堂の玄関に。じゃあこの辺に置こうかなとかってしたら突然クレーンでやってきて、何これみたいな。何この大きいのみたいな。いるって言ったねとかね、これをタダでくれんのとかって言いながら。で、こっち運びたかったのに、電線が邪魔で入らなくて。あ、クレーンが入らなくて。クレーンが入らなくて、それじゃないと吊るせないっていう。で、しょうがなくあそこに置いたら、目立っちゃう、ほら。